成7年3月3日日本の未来を変えた歴史的大事件、日米通商条約締結に勝手に調印したることは幕府始まって以来の暴挙である。井伊直輔らはことごとく成明様のご意見を受け入れようとしない。天下国家のため井伊を切る。世の中を変えなければ日本は滅びる。太陽を暗殺するとは幕府に弓を引く仕業じゃ。事件に関わった者は大罪に一緒ぜ。母の言いつけを守れよ。父上はお考えあってのこと。泣いてはなりません。我らの思いをつないでくれ。今は耐えるのだ。我々が捕らえられる理由はない。わしも幕府を倒すのに力を貸したいが、それも叶わぬ夢だな。幕末の波に飲み込まれた男たち、井伊直輔の首を取るためにどれほどの命が散っていったのか。桜田門外の変、10月16日公開。